おお、なるほど。見つけた。なるほど。これですね。お宝開始と同時に穴を掘り出したゆりゆりさんに、準備ってものがあるんだよ。あ？という返事に怒りが爆発したかかとさんが乱暴化した時に装備していた銃。その時だけ鉢巻きにタンクトップに迷彩パンツで筋肉もりもりのマッチョになったらしい。えいとりゃーんと叫びながら銃を乱射したとかしないとか。怖っ。皆さんこれどう思います？何？上を。え、いいじゃん。上でしょ？真ん中のこと？上です。賛成票が入った。そこでしょ？その真ん中の部分でしょ？そうです、そうです。え、いいんじゃない？なかなか。あり、私はあり。いいと思うよ。賛成票入りました。賛成1入りました。私はいいと思うけど。あった。お、落ちてきた。死ぬ死ぬ死ぬ。痛い。大穴開いてるし。おお。おお、一体どうした？始まった。落とし穴。ゆりゆりさん落とし穴。お、掘る？どっか、あの、ゆりゆりさんが開けた大穴利用する？ん？ゆりゆりさんが大穴開けたじゃん、あちこちに。どこのですか？どの穴ですか？どこだろう。すごいいっぱいあるんでね。どこのって。この間。間口はどれぐらい？5×じゃちっちゃい？5×もうちょっと広くてもいいんじゃないかな。で、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6、7ぐらいにする？77ぐらいにする？この中落ちるって感じ？この中落ちる。じゃあ小さいかな、これじゃあ。まあ大丈夫じゃない？これで大丈夫か。じゃあこの中を掘っていく感じにしようか。止まってるみんな。わかったよ、掘るよ。どれくらいの深さがいいかな。あれ？え？だって登れない、どうしようかな。はしごつけたら？お、通ってきた。魔法でジャンプはまだできない？あ、行きました。行きました。あ、貞子が落ちてくよ。落ちてた。う？あ、本当だ。お、落ちてきた。生貞子。生貞子って何？あ、もう一体貞子。後ろからゾンビ。わわわわ。ちょダメ。怖い怖い怖い。魔法貞子じゃないだけ。ああ、もう一体貞子。自分たちが逃げ込む場所を作らなきゃいけなくて、リュウさん。はいはい、ちょっとお願いします。これってここにゾンビが落ちてくるでしょ、うん、でここの周りに柱と格子を立てるって言ったんだよね、うん、こういう感じになる予定でしょ。うん、とあと内側に自分たちがいるんでしょ、あの柱の向こう側にね、ってことだよね、うん、うんうん、あ、じゃあ、あのブロック置いてある下あたりに柱が来るようにすればいいのか。もうちょっと深くする？上から掘られたら怖いよね。また全部埋めないでね、ゆりゆりさん。入れるとこなくなっちゃうから埋めないでね。もうちょっと掘る？もうちょっと掘りましょう、掘りましょう。掘りましょう、掘りましょうって言ってる人がいる。これ、出入りは
何ちょっとまっすぐ掘って遠くから出入りするって感じ。ベッドの部屋作るからそこからちょっと先進んでちょっと離れたところからこう上り下りするようにしようか。そしたら深くなっているすごく穴に落ちるかな、見てよ。あ、なんかいっぱい来てるから私は帰ろう。ふう、どこに入ってんの。あ、落ちてた。うわー、出た出た。あー、落ちてた。なんか大丈夫だね。落ちてくるね。見たい、落ちてきた。そのテストを今しなくてもっていうね。来るね。来る来る来る、大丈夫大丈夫。どうせならさ、ここにさ、ゾンビが落ちてくるじゃん、ゆりゆりさん、きみさん、りゅうさん。そしたらさ、ここの落ちてくるところの周りさ、全部この柱とか格子とかで埋めちゃった方がいいよね。土掘って他にこうぐるっと回ってこないようにした方がいいよね。強化したもので埋めた方がいいと思います、橋は。一方だけじゃなくて L 字にする。並んで戦えば安いよね。みんなぎゅうぎゅうになるだろうから。ああ、そっか。じゃあこことこっち側も戦えるようにしようか。で、こっちとこっちはこのまま固めといて、こっちとこっちで戦えるようにしようか。よっ、これで。これここに柱立てた方がいい？立てなくても大丈夫なんかな？これぐらいなら大丈夫？キミさんどう思う？ここ柱立てなくて大丈夫かな？何でもいっぱい立てましょうって。なんか違った答えが返ってきた。怖くないためなら何でもありで。こういうこと？こうしてた方が楽だよね。お、出た。ちょっとヘブンズドアとかつけてみたくない？つける予定はどこに？あ、でかかった。こんなにでかくなくていいんだよな。これもでかいの？あ、でかかった。ヘブンズドアって聞くたびにもうスタンドしか出てこないんだけど。できたらもうちょっと分かりにくくしちゃう。全然なんかいた。閉められたんだけど。なんかいたんだけど。あ、これぴったりだ。あ、なるほど。え、これか。これだ。やった。できた。あれ？あ？なんだこの黄色いの。ん？あれかな？もしかして私が気に入ってたあれかな？あれ？もしかして。あれかな。あいる。いますいますよ。有効の証でございます。有効の証。はい、来ました。まあさん、キミさんの罠どう思います？罠？何が？え、こっからこの部屋から、うん、出ると道が見えなくなるんです、うん、左に行くべき。なのでゆりさん直進して家の方に帰っちゃったんです。あ、それでゆりさん現れたんだ。はい。なるほど。完璧ですよね、この道。何してん。PVP で使えそうじゃないですか。あ、ね、本当に罠か。いろんなと方向から扉を置いて。罠だわ、罠。あ、スチール強化されている。壁って書いてある。壁って、壁って書いてある。ゾンさんの声がするけど。やあ、
下に行かないと来ないだろうね。あ、はしご降りてくるんだね。ちゃんとそのためのはしご、もしかして、うんうんうん、ピュンピュン落ちてくるじゃなくてはしご降りてくる感じの。